ニコン産業用特殊用レンズの一覧。ニコン産業用特殊用レンズの一覧はニコン及びその前身である日本工学工業が産業用特殊用に製造したレンズとエルニッコールの一覧。特殊用レンズでも一般の流通経路で販売されたレンズはニコン S マウントレンズの一覧、ニコンカイマウントレンズの一覧を参照のこと。エーロニッコールは戦前に生産された。 航空写真用レンズ。現在一般の金表記ではエアロニッコールであるが、日本工学ではエアロニッコールと称した。50CMF4.8 と 70CMF5 は初めてニッコールブランドが使われたレンズの一つ。アポニッコールは業務用の写真製版用レンズ。基準倍率は等倍。大きなものは 11X14 ミンバーやそれ以上の 超大番フォーマットをカバーするイメージサークルを持つため、シャッターを取り付け大番カメラで利用されることがある。下記イメージサークルは、当売時のものである。テッサー型3群4枚。1940年3月21日、設計完了していたニッコール 38CMF8 を基本として1946年4月に製造に着手した 38CMF9 が、 最初の製品。その後従来の D 線、G 線、C 線の三色色消しを写真出版の有効観光域である380から440ナノメートルまで広げる必要があり、東京大学の大穴淳教授の指導を受けて、クルーツフリントガラスを1枚使用した 45CMF9 が953年に完成、さらに10月15日出土した 60CMF9 以降は、 クルーツフリントガラス2枚を使用するようになった。特殊形状絞りやシートフィルターを差し込むためのウォーターハウス、絞り用スロットを得ているものもある。前期型のアポニックコールのほとんどは絞り感が通常のバレルレンズと同様の形状をしている。下記製品の内焦点距離がセンチメートル表記の製品は製造時期によりミリメートル表記のものが存在する。 1961年9月21日以降出ず、された製品は絞りを挟んで、完全対象のダイヤリート型4群4枚となっている。色収差補正波長域380から750ナノメートル、焦点距離はミリメートル表記では中途半端な数字に見えるが、ヤードポンド法の北米市場を強く意識したものであった。 全品が特殊形状絞りやシートフィルターを差し込むためのウォーターハウス絞りスロットを備えている。後期型、アポ、ニッコールのほとんどのものが絞り感が大きく張り出した傘状の形状をしてをレンズ取り付け、ザガネを紛失してもカメラなどに取り付けられるように絞り感にネジ穴が開けられている。1970年代には写真製飯のみならず大型写真館にも 意欲的に販売された。そのため、コパルさんなどのレンズシャッターに取り付けされたものも、市場にあった。販売当初の後期型、アポニックコールも、前期型と同様に専用木箱に入れられた数の、付属品が同梱されていたが、後に紙箱パッケージとなり、差し込みフィルターなどのアクセサリーは含まれず、樹脂製の前後株製、キャップ、ザガネ及びザガネ取り付けネジのみで販売された。 栃木ニコンへの電話取材で、1984年にアポニッコール全品種の製造が終了したとされている。しかしながら1988年に社名変更した株式会社ニコン米の検査証が付属したレンズが多数存在してり、製品の販売はその後も継続して行われたことが分かっている。ニコンの社内基準でアポクロマートであるとして、 アポを名乗るオーバン用ニッコールは、他にオーバン用ニッコール AM シリーズがあるが、これらはオルソメター型を基本とした広角系から見て、アポニッコールの光景ではなく、アポエルニッコールの系譜と言える。ワイドアングルアポニッコールは、小型製版カメラ向けの広角版のアポニッコール。オルソメター型4群6枚。アストロニッコールは、天文カメラ用レンズ。 テッサー型三群四枚。コムニッコールは CRT に表示された文書類をマイクロフィルムに記録するコンピューターアウトプットマイケラフィルミング用とのレンズで名称もそれに由来している。CRT ニッコールはオシロスコープカメラ用。初期はオシロニッコールを称した。オシロスコープの暗い感面における高速で動く映像を低感度の管材で記録するため、 大口径で設計されている。基準倍率付近では非常にシャープであり、かつ大口径由来の大きなボケが得られ、接写用として一般撮影に使用するものもいる。24X36mm、内科版の一眼レフカメラに取り付けるとちょうど鼻のクローズアップ撮影ができるような範囲でのみピントが合う。このレンズはロスアラモス国立研究所の名板がついた。 放出品のオシロスコープカメラに取り付けられていたことが確認されている。このカメラは同研究所をはじめとした米政府機関で長く使われたとみられ、レンズが廃品種で入手不可となった際、代替として米国内の産業用工学メーカー JML オプチカルインダストリーズ社やフューアピティコルシステムズ社が同等品を生産した。エルニッコール は引き伸ばし用レンズとして知られるが、240mm 以上の製品は、レンズ価格表に、写真製汎用と記載されていた。L は、インダージングの略。撮影用レンズとしても高い性能を発揮し、特に接写において利用されることが多い。アポイルニコールは、主にカラー原稿から高品質の拡大印刷版を作るための写真製汎用引き伸ばしレンズである。 絞りの前後を ED ガラスを使った貼り合わせレンズとした変形、オルソター型となっており、このレンズ構成は、オーバン用マクロレンズに一ッカー AM へも発展した。アポイルニッコール N は、性能の向上と小型化を図った改良版。共同の前後ともマウント用ネジとアタッチメントネジが切られている。1980年発売。L、ニコール N は、 エルニッコールを改良した新型。引き伸ばし機のランプ点灯により絞り数字が証明される。絞り表示窓の向きを30度間隔で調節可能となった。アタッチメントサイズは 40.5mm に統一され、光学系の性能向上も図られた。今までの製品と異なり、外装の共闘は合成樹脂製。エルニッコール A は、 大型の L ニッコールを性能向上を呼び、小型化すると同時に、それぞれまちまちであった、大きさやマウンド、アタッチメントサイズを焦点距離ごとにある、程度統一した改良型。共闘は、L ニッコール N タイプが、プラスチック外装となったのと異なり、アルミ製である。色収差補正波長域380から700ナノメートル、レンズ構成4群6枚よるソメター型。 最小絞り回45は共通仕様。180mm より大きなものは絞り感にクリックストップがないほか、共同の前後両側にマウント用ネジとアタッチメントネジが切られている。l ズームニコールはオートカラープリンター向けの引き伸ばし、ズームレンズ。レンズ交換することなく様々な倍率でプリント作業ができる。焦点距離によって値が変動するが、 ペーパー状の明るさは常に一定となるよう設計されている。オルソイルニッコールはオルソメター型で開放解値5.6のエルニッコールの初期の名称である。下記のものが知られている。ファックスニッコールは主としてコピー機向けに販売された。260メートル MF10 を除いて完全対象のオルソメター型4群6枚。 色収差補正波長域350から700ナノメートル。ファックスオルソニッコールは精密拡大投影用と向けレンズ。Y 極収差を厳密に補正してあることで知られ、造船用途で後半に原数に1、10倍の原図を投影し切り出したというエピソードを知られている。フィッシュアイニッコールは魚眼レンズ。プロフィッシュアイニッコールは投影用魚眼レンズ。 プロは投影、プロジェクションを意味する。マクロニッコールは、大型マクロ写真撮影装置、マルチフォト、専用の交換レンズとして開発された。マルチフォトに付属するアダプターであるマクロ接続リング、対物リングを併用れば、ニコンカイマウントに変換できる。4X5 インバンまで対応できる、大きなイメージサークルを持つ。マイクロニッコールは、主として、 マイクロフィルム機材の縮小撮影用レンズとして販売された。プリンティングニッコールはリプロニッコール100メートル MF2.8 を下敷きにオプチカルプリント用レンズとして開発されたが後にラインセンサ用レンズとしての需要が発生。基準倍率における各種収差を徹底的に排除し高い色再現性と解像力を持つ。現在はエコガラス化を目的として 再設計され、同様の製品が現行である。民生用フィルムスキャナ製品スーパークルズキャンシリーズの 8000ED と 9000ED に使われ、カタログにスキャナニッコールと紹介されていたレンズ構成がプリンティングニッコール8にしていることが知られている。3枚以上の貼り合わせとなる群が複数ある旧型から製造コスト低減と性能向上を図った改良型。 レンズの災害面に ED ガラスが来る。レンズ構成で不気症がつきやすいため前後とも保護ガラスが取り付けられている。プロセスニッコールはテーブル型の小型製版カメラ用のレンズ。トポゴン型4群4枚。基準倍率は1倍。色収差補正波長域400から650ナノメートル。下記イメージサークルは当倍時のものである。画角は絞り開放で十八度。 会22時に74度。大きさに比して、巨大なイメージサークルを持つため、8X10 インハン、またはそれ以上の超音版用のレンズとして使わることがある。前後が後も、共同先端部よりもレンズが突き出ているため、取り扱いには注意が必要。画角を大きく取っていないため、周辺光量を補正するためのグラデーションフィルターの使いは考慮されない。共同の前後に、 同一サイズのアタッチメントネジが切られているが、付属のアルミ製ネジ込みフードおよびレンズキャップのためのものである。レイファクトは、栃木ニコンの産業用レンズブランドである、ニッコールとは名乗らない。2006年に販売を終了した、L ニッコールの後継品種。ただし共同をすべて金属製とし、絞り缶固定ネジが装備されるなど産業用レンズの仕様になっている。 プリンティングニッコールの後継品種。当初から、ラインセンサでの使用を前提として設計された。イメージサークルファイ 62mm、使用波長域400から700ナノメートル、基準倍率において、Y 極周差なし、ファイ 55mMP イコール0.75、ネジマウントは共通仕様である。レグノニッコール、は x 線間接写真装置用レンズ、リプロニッコール、 は、当倍副写、または、リレーレンズとしての用途を想定して設計されている。TV ニッコールはレントゲン写真の間接撮影用レンズ。1960年頃から、集積回路の製造に必要なフォトマスク用工、解像力レンズの問い合わせが増え、従来レンズでは、解像力が不足したため、1961年3月、光学設計部の脇本善治が主導して、 超高解像力レンズ開発を始めたのが、ウルトラマイクロニッコールである。東京大学理学部の大穴淳教授から単色光で、あれば、修差の補正が可能になるのではないかとの助言を受け、使用する光線や倍率、イメージサークルを限定することで、理論上の限界に迫る高い解像力を持つ、設計が完成した。品名末尾の E、G、H はそれぞれ水銀ランプの E 線。 546.07ナノメートル G 線435.83ナノメートル H 線404.65ナノメートルの単色光での使用に最適化されていることを示す。なお、品名末尾に何もないものは E 専用である。02コールは CRT に表示された文書類を約2倍に拡大撮影するためのレンズ。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。